今日の出来事や記念日、雑学などに合わせて選ばれたカードをご紹介。合言葉は、今日は何の日？ポケカレンダー。はい、どうも、特攻長です。本日5月の16日は、第1回アカデミー賞の授賞式が行われた日でございます。1929年の5月16日、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスのハリウッド・ルーズベルトホテルにて、記念すべき第1回アカデミー賞の授賞式が行われました。このアカデミー賞は、1972年から翌年28年の7月までに公開された映画を対象としていまして、作品賞や主演男優賞、女優賞など、計12部門で構成されておりました。最多受賞となった作品は2つございまして、ドラマ監督賞、主演女優賞、脚色賞を受賞したアメリカの恋愛映画「第7天国セブンスヘブン」、そして芸術作品賞、主演女優賞、撮影賞を受賞した「サンライズ」の2つでございます。ちなみに第1回アカデミー賞では12個の部門の他にもう一つ名誉賞という特別賞が贈られました。受賞したのは映画「サーカス」での脚本や演技などが評価されました喜劇王チャールズ・チャップリン、そして世界で初めて長編のトーキー映画「ジャズシンガー」を制作したワーナー・ブラザースでございます。チャールズ・チャップリンと言いますと現代でも語り継がれる俳優ですし、ワーナー・ブラザースといえば今でも活動を続けている映画制作会社ですよね。まあ第1回からいきなり特別賞っていうのが用意されるのもうなずけるといったところでしょうか。さあそれでは本日のポケカレンダーを紹介させていただきましょう。本日のポケカレンダーはこちらでございます。せーの、バーン。はい、ロケット団のニャースでございます。こちらニャースのパーティーという CD の初回限定で付いていたおまけカードでございます。ニャースのパーティーと言いますと、パイプオルガンの伴奏から始まっていきなりロックンロールへと切り替わるみたいなノリノリの曲調と、あと20世紀らしい 3DCG が印象的なアニメ版ポケットモンスターのエンディングテーマですね。で、そして、カードの紹介でございます。技は1つのみでございます。1エネ大逆転。場のポケモンの数だけコインを投げて、表の数だけ相手に、で裏の数だけ自分にダメージを与えるといったカードでございます。結構カジュアルプレイ向けの技っていうイメージがありますけど、実はとある優勝デッキに組み込まれたことがあるんです。2002年の中部大会で無色1エネで20ダメージを出せるコロコロタックルのキャタピーをメインに添えた速攻デッキが優勝したんですけれども、このデッキのサブアタッカーとして同じく1エネで大量ダメージを見込めるロケット団のニャースが採用されたんです。ロケット団のニャースを本日採用した理由についてもちょっとご説明しますね。アニメ版ポケットモンスターニャースのあいうえお、この回ではロケット団のニャースが人間の言葉を喋るようになるきっかけが語られるんですけれども、この回の舞台がアメリカのハリウッドをイメージした街ホリウッドでございます。で、こちらのカード、湯山邦彦さんという方がイラストレーターとしてクレジットされております。この方はアニメ版ポケットモンスターの総監督でして、テレビシリーズでは絵コンテなんかもご担当されている方でございます。ポケモンカードのイラストを手掛けたのは再録も含めてこのロケット団のニャース1枚のみとなっております。その他このカードが特別な点まだまだございまして、ここに注意書きがある通り、このカードはペルシアンに進化することができません。こちらロケット団のペルシアンなら進化できるかなと思っていろいろ調べてみたんですけれども、どうもそちらの方はロケット団ではなくて R 団っていう風に表記されてるみたいなんです。まあ、残念ながら別カード扱いっていう感じで進化することはできないですね。ロケット団のしゃべるニャースといえば唯一無二ロケット団のニャースといったところでございますかね。はい、といったところで本日5月の16日は第1回アカデミー賞の授賞式が行われた日、ロケット団のニャースご紹介させていただきました。それではまた明日のポケカレンダーもお楽しみに。では口糸チャレンジです。見怒らせ何もですでございました。では豆知識いきましょうか。チャールズ・チャップリン初めて日本に来日したのは1932年の5月の14日でございました。5月14日バリコール紹介しようか迷ったんですけれども、ある事情で見送りになってます。この辺りの裏話も需要があれば動画にしようかなと思うんですけれども、どうですかね。皆さんからのご意見コメントお待ちしております。それではまた明日。